ちは。こんにちは。お願いします。お願いします。次は、はい、全体的なセリーグを、はい、ちょっと喋ってもらおうと思うんですけど、巨人がちょっと走り出しました。どう強い。この前3立て食らってましたね、阪神。そうですね、1点差1点差でしたけどね、初戦とか戦ではね。結構悔しい負け方が本当に。いや、やっぱ原監督の采配ってよく相手も研究してるし、そうですね、隙をついてくるという。で、宗派関係なく野村ノートとかいいものをどんどん取り寄せてますね。で、野村さんのパーティーもわざわざ行ってんですよね。ここで野村監督も行って、あんな強いチームの監督になって、戦力の整ったチームの監督になって楽しい闇も言われても僕はこのって言われながら、球団関係なしにいいものをどんどん取り入れて、いいものを学ぶが学ぶにしてますよね。そうですね。で、丸とかにしても取って何が悪いんだみたいじゃないけど、容赦なく、なんていうんですかね、まあ弱いとこ補強する。補強しますね。トレードとか、はい、中継ぎが弱いって言えば、はい、鍵雇ったり鍵雇ったりだとか、はい、取りますね。どんどん数だけは増やしてます、ね、増やしますよね。あと競争するし、容赦なく野球盤のように自分のこれだと思った人を使うところがいいですよね。非常でもあるし、非常でなきゃいけないんですよね、まあ、監督ってね、トップって非常でなきゃいけない。非常でもあるし、はい、なんかすごく雨と鞭の使い分けがですね、時には若い時はカラスを白鷺だよなって言ったら白鷺だって嘘でも言ってたと思うんですよ、ね、だから結構面白いと言われる、これ面白いと言っていたと思うんですよね。今回3回目ですかね。やっぱりなんか3回目って結構思い切ってやってますね。なんかこうベンチの表情もなんかこう落ち着いてるっていうか、ほんわかしてるというか。そうですね。でも心の中はたぎってるという。たぎってますね。なんかそんな感じがするんです。はい。同級生なんですよ、僕。ああ、そうですか。東海大と、じゃあ中央大学で、ね、ヤクルトどうですか。ヤクルトね、小川監督、これも小川監督好きな監督なんですけどね。僕の先輩なんですよ。あ、中央大学の、はい、加計さんの後輩ですね。村代の、俺、宮本慎也さんの厳しい指導で裏添えで見に行った時に、今年の優勝ヤクルトかなと思いましたね。あれだけの厳しい練習して、また重いものを背負ってスイングして150キロの球を空振りする練習してるのを見て、ああ、こりゃヤクルトだと。阪神対照的にそんなに練習してない。で、金本監督の時のあの厳しい練習、ちょっとこうなんか大丈夫かななんてちょっと思ったりして、ヤクルトバッと見た時、あれと思った時に、あの厳しい練習って怪我もあるんですよね。確かに確かに。だけど村上が育ったんですよね。村上選手のこの村上には良かったんじゃないですか、ね、どういう秘訣なんですか。なんかそこすごく、いや、あの厳しい練習だったと思います。厳しい練習と反骨精神がすごいあって、あの子には、大体の総意が早い球が打てない、だからまだ時間がかかるんじゃないか、でフォームを直したい、こうじゃないか、でもあいつが言うこと聞かないし聞いてこないってやっぱそういうことって耳に入ってくるのね、選手の。だけどそこらの反骨精神がすごく強いと思います。オールスターでも古田さんにまだスイングスピード上がるって言われてましたね。まだ伸びる、まだ伸びる。それと速いボールに弱いっていう、まあ、首脳陣の評価なんだけど、小川監督が聞いたときに、速いピッチャー誰がいたって言ったら、速いピッチャーって感じたピッチャーはまだいないって。本人は、いや、だからそう思いたいんだと思うことと、そう思うということが大事で、だからそうやってあいつが言ったって、だからこいつは大したもんだよって言って、もう首脳陣が認め出したと。それに4番が座った。似てますね、はったりかますところが、高木宇多さんと。ああ、僕もそうかも分かんない。はったりかまして自分を追い詰めてやるっていうのがいいことですね。ああ、だから、ね、最初に1年目に新聞記者に聞かれたんですよ、はい、何がプロとしてアマチュアと違うって言ったら、いや違うことは全くない、うん、ただ遠くへ飛ばす人が多いだけで、あとはそんなに変わらないんじゃないかっていうのを高木宇多さん言ったんです。かっこいい。いやいや、そう思わないとやっていけないから。で、体も小さかったし、だからそういうことが、そこを謙虚にね、いや、プロの世界って素晴らしいですよって負けちゃうんですよね。ゲーでもそうでしょ。そうですね、腹の中は違いますけど、表向きはやっぱりこれはいい方ですよ、本当ってみんな褒めますけど、なんだこの野郎とは思ってますけど、はい、そうでしょ、はい、そう思うでしょ。
そのマインドちょっと足しますね、いやいや私これから。でもなんか素直に生きてそうだもんね。いや、女、女性これはもう腹渡りにえくり返るタイプですよ。あ、そうか。腹黒いタイプですよ。あの、もうキャンプとか見てても、デイリーの記者の人とかもみんなもうなんかもう、記者の松下記者とか、みんな記者とか、あ、なんかあの、金本版のね、吉田風さんとか、はい、もう吉田風さんが特にもう、気に入っちゃってますよ。前ですもん、取引先を得るのが。もう俺はただの出汁ですもん。そうなんだ。俺はもう、俺はちょっとなんか付き添いの置き屋みたいな感じでちょっとこう入ったけど、あっとからパッと置き屋パッと入ったらもうすぐ自分のワールドをパッと作って。いやでもその方がないないと。もうずうずうしくもなんか強いですよ。こういう人はね、伸びると思いますよ、ね。周りの男はみんな骨抜きにされますよ。それぐらいこの、こんにゃくですよ、強いですよ。村上選手マウンドでね、マインドでちょっと頑張りますよ。村上水軍ですよ。中国地区村上水軍、村上つばめ軍が作りますよ、あれね。あれ、清宮世代なんて言わなくなったっすよ。そうですね、本当ね。村上世代ですよね。なるかも。2年目で九州学院でね、九州学院史上最強のバッターになりますね。なりますね。さあ、広島です。はい、これ達川さんが広島を語るとどうなる？あのね、11連勝しても11連敗するようなね、11連敗しても11連勝できるようなプロ野球なね、風が来ると違うチームになりますよ。でも OB としたらダメ、わしが監督の時以来よ、あんな連敗するのは ね、松田のホームランがファウルになった時思い出したよ。なんしようなーいう感じですよ。どうしたらいいですか？あのね、西川を、あれ、ショートを守れる人間は外野もできるよ。ほんで西川やったら、あの、ええ流れでね、連勝してたんですよ。5月は20勝しましたけど、ちょっと歯車が変わるとこれなチームになるよ。いけんよ。小園を使えばいいと思うんですよ。おお、ええこと言うね。さすが、さすが高井豊じゃ、ええこと言うわ。小園使えよ。そうよ、小園でええよ。小園でいいっすよね。小園で、小園花があると思うんですよ。花があるよ。我慢強く使えよ。ねえ、おー、変わる悪いよ、岡田監督。小園使えよ。それで岡田監督はどう岡田監督 うまくいってるんですかね、岡田監督。岡田監督はやっぱり3回戦してちょっと流れは悪かったですよね。あんなにちょっと丸がいたらこんなことにならないですよね。やっぱ大きかった。最後の丸っていうね、田中君丸、うんうん、やっぱ丸ってもう終わった後のノートね、自分が終わったったらあれカープの頃からバーッと一通り断ったら反省点つけてこうやってられる、ああいう姿ってすごいですもんね。あれでも全選手がやってたら気持ち悪いけど ね、 ね、みんなが勝手なのがいいですよね、うん。現在の阪神で、はい、OB は満足してるんですかね、カートさんなんか。わしは何にも満足してないわな。どういうとこが満足してないですか。ああ、もっと好き勝手に伸び伸びやらなあかんねや。あ、いや、伸び伸びしすぎてるな。あ、伸び伸びしすぎなんか、まあ右方向打つ必要ないやねんか、大山よ。なあ、見とけ言って、もっと引っ張って大山氏のホームランはっていうぐらいのなあ、ポテンヒットでこれいらんわ。ポテンヒットでこれいらん。どうや言うんでいいねや。まあ吉田監督も怒ってるし。いや、私もね、負けが多いですよね、やっぱり。これで吉田というような試合ないですよ。なんもないですね、やっぱりこれ、もうね、戦う集団です、プロですからね、やらなきませんよ。やっぱ OB は怒ってるんですよね、多分ね。そうですね。ちょっと不満はあるでしょうね。ありますね、やっぱりね。岡田監督なんか解説聞いてたら、もう、あれあんなね、絶対あるの。あれ、お前ら、なれ。なあ、あんなもう絶対上がんねん、あれなあ、もう勝負やんか。なあ、絶対上がんねん、なあ、わかるやろ。なあ、かけるさんは楽しんでるんだよ。僕楽しくないです。楽しくない。神宮の試合見たときに、結局同点になった試合でしたけど、中谷君が打ったときに、みんな握手したでしょ。はいはい。あれダメ。その裏があるでしょ。守りがね。守りがあるのに握手、あれはダメ、やっちゃいけない。で、島本を打たれたでしょ。でも野球の神様ってああいうこと厳しくするの。なるほど。最後まで分かんない試合があるから、だからそういうところではあると思う。だからちょっと僕も言うのは、ポテンヒットでこれいらないの。それありますね。安倍総理も見てくれてますよね。それはまだ選挙期間中ということで、私もそういう気持ちもありますけど、ただ野球はですね、
非常に私も国鉄スワローズのファンでございましたんですけども、まあ、とにかく阪神はですね、やっぱりあのチームプレーも大事ですけど、キラリ君もですね、まあ、エラーが多いです。見えないエラーが多い、多いですね。あの自民党も見えないエラーが多いです。発言に気をつけろと私も言いたい、麻生さんに。まあご理解いただけたとエラーが多い、エラーが多い、エラーが多いと見えないエラーが多いわけですから、その辺はちゃんと指示して。ただ盗塁数が、はい、多い。あれを矢野君監督が100盗塁をし、100以上のチーム盗塁をしてたのが、まあ、今年もその走る野球に関しては受け継いでます。近本も年間通じてやる、まあ、やることですよ。年間継続してやること。タレントの人気も一緒ですよ。人の気配ですから流れ変わります。人の気配に流されちゃダメです。 DeNA どう見たの？なんか連勝して連敗して、あれここで行くんだろうなと思った時止まりますよね。俺はでも上茶谷にあえて二軍落としたのが大きかったですね。三浦コーチがね、やっぱりこう思いますね。やっぱり阪神戦の時はこれ勝ったなという試合で、帰った時に勝ちましたからね。完封勝ちでした。上茶谷、梅津、甲斐野、博ですかね。やっぱり大学野球見た時150球の3人もいるような。いやね、東洋大学は、うん、なんで9、3台に負けんだろうと思いましたよね。監督ですかね。いやそれはそういうことは言えないし、いやでもそれはもう監督の首がかかったと思いますよ。上茶谷はちょっとこれから怖い感じがしますね。まあ10勝はいくでしょう、ね、上茶谷大河DNA 上茶谷大河、ドラフト始まった大河大河大河清宮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 、答えは村上みたいになってますね。ドラフト分かんないです。分かんないです、ね。分かんないです。今一番注目してる選手って誰ですか？はい、まあプロ野球の中でです。正直俺もやっぱり村上、やっぱり。やっぱ村上。正直厳しい練習で勝ってきたって強いですよね。怪我しないっていうのは。他の選手にはあの厳しい練習が怪我した良くなかったけど、強い人間には全員強かったらヤクルト強かったですよね。そうですね。カオリなんかですか、ね、私もその村上選手と近本選手あたりの新人を争い。で、上茶谷もいるよ。そうですね。上茶谷いるね。近本選手が多分4月の広島戦かなんかの時に、それこそ達川さんに、うん、まだ社会人のバッティングだみたいなことを指摘されていて、まあ、ここからどこまで上がってくるか楽しみだねみたいな解説をされたんですけど、もう5月には本当に主戦力としてやってて、まあ、オールスターの結果を出されてたので、この適応力とか、うん、そのセンスみたいなものってやっぱりすごいんだなっていうのはあって、4月から打ってたね。で、赤星2世、赤星2世っつって、4月の時点で赤星さんの障害ホームラン3本打ちましたからね。ね、4本打ったんじゃないですかね。田淵さん、いや俺打ちましたよ。田淵さんの記録ぐらいね、ホームランって。なんかやっぱりパワーのある足のある選手で、将来的には福本豊さんぐらいなってほしいですね。将来200本ぐらい打ってるような。でもオールスターだ、あのインパクト。いやー最高だ、すごいっすよ。の選出にとってはすごい大きなアピールだったね。アピールですね。で、下手にね、オールスターで打つとね、他の時打たないとまた野人も飛ぶんですよ。いや、そりゃそうですね。掛布さんがオールスターで昭和53年3本ホームラン打った後、うちの野人が、はいね、他の時に打たなかったら、掛布関係ない時で3本打ち上がってとかやろってだからファンってね、ちょっと打たないとまたブー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 ところもあって、やっぱりみんなそうですもんね、はい、俺は援護射撃でね、阪神の選手を守ろうと思って他のチームに攻撃を大砲バンバン打ってくれるファンもね、阪神の選手が打たなくなるとその大砲を選手に向けられる時あるから矛先が変わりますもんね。矛先が変わるから怖い。それがちょっといまいちこう成長しないところだね。まあ、でもありがたいでしょ。ありがたいですよ、はい、誰よりも熱いファンですからね、うん。